インターコンチネンタルホテル大阪は、大阪、梅田にあるホテルである。複合施設、グランフロント大阪の北間に入居している。インターコンチネンタルホテルズグループによる、インターコンチネンタルブランドのホテルの一つであり、関西発進室として2013年9月5日に、開業した。通常の客室215室のほか、サービスレジデンスと呼ばれる。 長期滞在者にも対応したキッチン付き、サービスアパートメントを57室設置する。標準的な客室の広さは約50平方メートルと大阪地区のホテルや日本のインターコンチネンタルホテルズリゾーツでは最大級の広さ。サービスレジデンスではベッドルームの数によって3タイプのレジデンスが用意される。ホテル施設は グランフロンと大阪北館タワーシーの21階から32階の高層階と20階のロビーレストラン1階から4階の低層階に分かれており大阪発出店のスパ施設オールザット SPA 大阪や日本発上陸のフラワーショップローズバットプラーレスツなどが入居している ABA 国高級ホテルインターコンチネンタル大阪月開業日から 予約開始 MSN、産 k ニュースエスト2013年1月31日22時27分、配信2013年4月7日閲覧、AB インターコンチネンタルホテル、大阪梅北に6月開業大阪日日新聞2013年3月16日、配信2013年4月6日閲覧、関西初の開業インターコンチネンタルホテル大阪2013年6月6日、 大阪日日新聞ありがとうございます。